はい、おはようございますということで、時間はね、結構遅い時間になってますね。朝の8時51分なんでね、まあまあいい時間ですね。でね、ここからどうしようかなと思ったんですけど、まあとりあえずね、起きたのが30分ぐらい前には起きたんですけど、まあもう12時間パックにね、の料金になってるんで、だったらね、まあちょっともうゆっくりしながら行こうかなというところだったんですけど、さてと、でね、なんかね、今日なんかね、もうこの後まで雨続きになりそうなんですよ。もう四日市の方は相当降ってるみたいなんで、まあどうしようかな、本当はね、沿線を途中下車いろいろとしながら、いろんなところをね、見ながら行こうかなとも思ってたんですけど、雨だとね、しかも結構雨の量が、雨足が6ミリ、7ミリくらいまでは行きそうな感じなので、じゃあ、もう、おとなしく帰るのかどうしようか。まあ、とりあえず飯はこっちの方で食べてね。それで、普通に、帰っていくようなパターンになるのかなと思います。まあ、下の電車で行くのかは、結構寝れたんで、がっつりと。うん。で、こっちの方も、もう、あと、小1時間もすれば雨が降ってくる感じみたいなんで、大阪の方もね。そんな感じで行こうかなと思います。よし、まあ、とりあえず、外に出、チェックアウトしてね、外に出てきましょうかね。よいしょ。ちなみにね、ここね、縦幅はね、180センチ以上はある感じかな。まあ、縦で余裕で寝れる、高さでしたしね。唯一何点という感じですけど、これでもないですけど、玄関のところ、ここのところがね、なんか今まで見た買い方の中でも相当狭いんで、ギリギリまでマットを敷いてあるんで、靴の履き替えだけね、閉じたままだとできるんで、ドア開けてね、出ないとちょっと靴の脱ぎ、履きが難しいのかなっていうような感じかなって。それぐらいかな。あとは非常に快適な。ドア開いててよかった。うん。危うく野宿でしたからね。まあ一応ね、最悪、時間からやったら、近鉄でね、特急とか口して、柏原の方か、に出て、昔泊まったね、ところ、あそこやと、ルーム数がめちゃくちゃ多いんでね、鍵付き個室の。とか、あと、八尾のところね、車いて山のところとか、あたり、まあ、山までやったら出れますから、とかっていうのも考えてましたけど、まあ、無事、行くことができましたんで、どうしようかな。まあ、駅中、こっからはね、雨に当たるところでね、うまいかと、飯も食ったりとか、ちょっと楽しんでいけるようなプランとか考えようかなと思います。どうぞ、よろしくお願いします。って言いながら、四日市まで、もう、特急で帰ってるかもしれませんけどね。時刻も次第ですね。はい。安全点がこっちやで。あ、近鉄向こうか。あれ？どっちやっけ？待てよ。あって、近鉄線は、こっちの奥か。こっちか。あ、で、もう雨がね、ちょっとやっぱ当たってきてたんでね。こわー。鶴橋なんかすね、やっぱもう鶴橋なんで。サンクル出ますよね。チャミする。チャミするか。近鉄こっちやったっけ？あ、こっちや。よいしょ。
そう、あの乗降客数がめちゃくちゃ多い駅なんですけど、近鉄の乗り場自体は実はめちゃくちゃちっちゃいですよね、ここ。よいしょ。さて、どうしようかな。とりあえず切符はね、近くから全然フリー切符あるんで。こっちがあるから、どっか朝飯を食いに行ける。ああ、僕、ナンバーの方出て、そっちで朝飯を調達してもいいか。よし。一旦ナンバー行こう。こんな感じなんですね。よいしょ。さあ、2日目も始めますか。市はスペイン語で言ってもいいけどな。よし、頑張って、頑張って。え、ほっほっほっ。ちょっと汗が混んでますね。まあ、特に、そこは JR のね、みんな帰ってきてる。こちらのドアが開きます。まあ、ちょうど電車が、改札さんに出入りしてたところなんでしょう、僕は。で、上本町までやったら、どっちに来るやつに、とりあえず乗ったら大丈夫ですからね。本はすごくでかいし、乗り換え改札がすごく大きいですからね。乗り換え専用の改札の数は多分全国でも屈指ですもんね。で、ここからね、近鉄特急で帰るという予定ですけど、まあせっかくフリー切符やし。あ、電車来るじゃん。適当にナンバーで飯食って、もうカメラ回すかどうかわからないけど、何かあったら回そう。今日は。よいしょ。さあ。結局ね、なんやかんやと撮ったらいい時間になって、10時になってますけど、ね、上本町まで結局また戻ってきましたよと、ここからどうしようかなっていうところなんですけど、青山町行きは出て、あ、でもあやたも石中行きが来たからそれに乗っちゃうか。まあ日本橋で降りて、日本橋から鶴橋か日本橋行って、これフラーとして結局朝飯はもう吉野家で済ませ、それかなと思ったけど、まあね、上本町に出たらとりあえずこの地上ホームのところでのんびり電車を待っとったら、来たやつに乗ったらね、始発の、ところでね、確実に座れて乗れますから。はい、石中川やったら石中川までもう出ちゃって、もう雨もだいぶ強くなってきちゃってるんで、ちょっとどっか出かけるのはしんどい感じですからね。中川からも普通にそのまま乗って帰りじゃないかな。よし。そんな感じです。これ、オールドンク？すげえ、オールドンク車か。来やがったね。いや。